変わらずなんかね二重幅の調子が良くなくて、ね、困ってます。ステーキは食べられたかどうかは秘密です。部屋の片付けはしました。あら、ありがとうございます。ねえ、そう、髪伸びたんですよね。なんかふとした瞬間に自分のことを見ると髪の毛伸びたなって思うんですよね。やっぱ私の勘違いじゃなかった。なんかね、髪の毛ね、切りたいんだけどね、切りたいなって思いながらどうしようかなって思って、生写真ね、ありがとうございます。なんだっけ、今セルフプロデュース生写真、今回はなんか皆さんが、あ、それをツイートしようと思ってツイートすんの忘れてた。今します。生写真ゲットしてねっていう。メガネの生写真もあるよね。そう、これずっとね下書き、いや、ツイートしたんですけど今、そう、下書きして、でちょうどいいタイミングの時間を待ってたら忘れてた。危な。私服と、私服、オンラインおしゃべり会の時の私服と、あとはなんか皆さんから好評だった時の写真を選んでみました。昨日のインスタストーリーめちゃめちゃ可愛くて、腎臓となるの思った。心臓じゃないんだ。そういう時って大体さ、心臓じゃん、心臓止まるっていうじゃん。腎臓止まる人はちょっと初めてだな。腎臓止まっちゃったらちょっとね大変だから、腎臓は動いていただきたいですけど。あら、本当にもう3秒で撮った動画ですようん、本当はねボブぐらい行きたいんだよね。本当はボブぐらいおかっぱにしたいんですけど、ちょっとねどうしようかなって思って。でもなんかさ、最近さ NGT に限らずボブブームが流行ってるじゃない。だからなんかいつにしようかなってタイミングを見計らっている。これ何、くす玉、花火玉、違う、水風船、違う、なんだっけ、ヨーヨーだ、ヨーヨー、ありがとうございます。でも私髪の毛の量が多いからさ爆発しちゃうんですよね。みんながみんなボブにしたらなんか落ち着いて見えるっていうわけじゃないんですよね。本当になんか爆発しちゃうから、髪の毛の質的に。本当私も髪の毛短いくしたいけど、ちょっと爆発しちゃうから困っちゃう。バラ、ありがとうございます。劇場デビューどれくらいから周りが見れるようになった。でも基本的に初めて立った時、研究生公演の時からは、もう時からずっと周りを見てました。周りっていうかサイリウムの話ですよね多分、うん、いつも新潟野球チャンネル登録してみてありがとうございます。これからも見てください。うん、ショートね、なんか、うん、髪の毛本当に本当にね、髪の毛のね質の問題
なんですよどんな髪型でも好きです、ありがとうございます。いや別に今のこの長さも全然いいので気に入ってるので、いろんなアレンジできるし、うん、全然いいんですけど、まあでも逆になんか今短くしたらどうした、なんかあったみたいになるじゃないですか。今っていうか髪短くとかさ、バッてもう急にイメージ変わるとどうしたってなるから、だからなんかタイミングは必要ですよね、うん、そうそう、だから壁車の時とかでもね、切るならね、でももうなんか長いのにももう飽きてきた感はある。え、だってもう2年ぐらい、これ2年じゃないか、まあ1年半ぐらいか、もともと成人式に向けてなんかヘアアレンジができたらいいなっていうので伸ばし始めて今こうなっているからね、うん、結構今長いかもしれない今。まあ、髪を乾かす前に軽く拭き取ったらキッチンペーパーで水分を取り、そのままドライヤーすると髪にいいって、うーん、そうなんだ、カウント完了ありがとうございます。その後切るかなと思ったらそのままだった。確かになんかね、その後ね、成人式の後とか結構バタバタしてて切るタイミングとかなくてね、結局なんかズルズル伸びてますね、伸ばして切ってみたいなことを繰り返してます。海で水鉄砲を持ってる時が一番短い。え、わかんない。いつだろう。いつが短いんだろう。いつだろうね。ああでも高校2年生の時もうこれぐらいの長さでした。その時が本当に当時の人生の中で、当時の人生、当時18年生きてた人生の中で一番長かったです。多分それがこれくらいの長さだったかな。なんか最近はポニーテールをしている自分がお気に入りなので、そうする、ポニーテールしてなんか巻くってなるとこれぐらいの長さがいるんですよ。だからね、どうしようかなって。あと、一番短かった時はいつだろう。ちょっと今調べてます。うん、でもね、一回なんかね、もう今ね、本当にもう今髪の毛切りたい気に入っちゃってて、で、一回切ってみて、やっぱり似合わなかったらまた伸ばせばいいし。あ、いいやんって思ったらそれをずっとキープし続ければいいしみたいな感じで、すっごい髪切りたい気に入ってるんですよ。でも本当に加入した時すっごい長か、違う、幼かったじゃないですか。もう昨日もさ、夢を死なせるわけにいかない公演
のアンダーデビューから2年ですって言って載せた写真もさ、あれだって加入して2年目とかなのに、まんなに幼いんだよ。髪短いし前髪もめちゃめちゃ重たいっていうのもあるけど、19歳だよ。19歳ってなんかあの幼さちょっとやばーみたいな。だからまだなんか大人っぽ、なんか勝手に大人っぽくなったなって思うね。まあうん、これいつだろうね。なんかほんとそのいつだろう、2000、すっごい幼かったなって思う自分のこと。あれ秋になっちゃったけど、なんか声はなんか低いから喋ると大人っぽいねってなるけど、見た目は本当に幼いみたいな、小学生みたいな。あんな顔が最年長なんて思えないぐらいじゃなかったですか。あ、2018年8月15日のこのね、それぐらいに、それぐらいまで行きたいと思っている。髪の毛切るのに、見つけるか、見つけられるかな。まあ当時よりかは髪の毛の質はまだ良くなってると思うから、まあいつ切るか分かんないですけど、うん、ガタフレとか出てた頃短かったです。まあ私もねこの長さ全然好きなんですけど、でも私すぐ髪の毛伸びると思うんですよね。似合わなかったら似合わなかったで、そうやってね、やっぱり、ね、髪の毛のシャンプーと乾かすのがねめんどくさくてね。いや幼くなりたいわけではないんだけどね。なんか今とはまた違った雰囲気が出せるんじゃないかなとは思ったりする。でももし切るとしたら絶対にみんなを驚かせたいから、私はどうやってみんなにお披露目するかはもう考えてある。なんかさ、多分さ今もさ、私ってさ多分髪の毛短いイメージが強いじゃないですか。前髪斜めみたいな、前髪斜めまでは分かんないけど、その本当加入した時のイメージが強いと思うんですよ。だからこそ今こういうちょっと下ろしてる顔とか見ると髪伸びたねってさらに思うと思います。迷っている。そう、やっぱりそうか。まあ確かにそうやな、しかの2つしかコメントない。緊急招集会議切ってもラーメン部関係ないから、なんかみんなを巻き込んで申し訳ないから、それはあれですね。
団子ヘアがめちゃくちゃ可愛いのにできなくなっちゃう。お団子ヘアでもあんましないけどね。こんばんは。そうなんだよね、切っちゃうとねツインテールとかポニーがねできなくなっちゃうから。もうこの話してたらもうずっと切りたくなっちゃうから、切りたくなっちゃうね。こんばんは。でもさ、インスタのアンケートで長いのと短いのどっちがいいと思いますかってさあアンケート取ったらさ、見事に半々だったじゃないですか。こんなことあるって思いません？普通がどうか分かんないけど、なんか想像だとさ、なんか絶対どっちかに偏ると思ってたんですよ。だけどロングもショートももう5-5でさ、びっくりした。こんなことあるって。ロング派とショート派、これで結局私に対してのロング派ショート派なのか、自分はロング派自分はショート派なのかわからないけど、すごくない？こんなにさちょうど分かれるってすごいよね。マシティ今日は大人っぽい感じ、そう今日は大人っぽい感じを出してみている。いや分からんけど。そうですか。なんかさ最近大人っぽくなったねって言われることが多い。でさ、私そう50-50だったんです。で大人っぽいの話に戻るんですけど、私前さ何色っぽいイメージありますかみたいな皆さんにコメントで聞いたんですけど、ジャイアンツ抜きでね、ジャイアンツ入れるとオレンジってなっちゃうから、だからそれ抜きで普通に私の雰囲気は何色っぽいですかみたいな感じの話をみんなのしたと思うんですけど、それをとあるマネージャーさんにも聞いてみたら紫っぽいって言われたんですよ。いやその大人っぽいお姉さん的なみたいな感じ、紫ちょうど着てる紫はちょっと初めて言われたから、ちょっとびっくりしたんですけど、どう思う？どう思います皆さん。どう思いますって何って感じだけど、確かにそういう紫っぽい方メンバーってあんまりなんか想像つかないというか、いない、まあいる、考えればいると思うけど、うん、白っぽい、あ白も白は好きです、全然白好きなので。落ち着いた色っぽい。確かに奈々子さんは紫だね。紫は可愛なかった。乃木坂カラーはいいね。なるほどってなる。本当に自分の中では意外すぎたからみんなに共有。
生誕 T シャツの色はもう決まってる。皆さん生誕グッズ、皆さんが私の背中を押したんですから、田辺先生に帰ってもらいなよって押してくれたんですから、ちゃんとみんなゲットしてくださいね。本当にね、もうね、すごいいいデザインを書いてくださってあるので、みんな絶対買ってね、絶対買ってくださいね、買ってくださいね、絶対みんなゲットしてね、よろしくですよ。本当にね、もうね、なんで毎週もごときが書いてもらってんねんって他のファンの方は思うと思うかもしれませんし、私もそう思う。本当に本当に私ごときが田辺先生様に頼んでいいものなのかっていうのは本当にそれは本当に思ってるので、もうあのね、絶対みんなにゲットしてほしいです。よろしく頼みますね、よろしく頼みますよ皆さん。本当に圧をかけてしまった、よろしく頼むよ。まだ2ヶ月もあるよ。いやでもあれいつから発売するっけ。だってさ、もう10月生まれの子たちの生誕グッズってもう公開されてる、多分2ヶ月前ぐらいにさ公開されるじゃないですか、デザインが、ビジュアルが。でも来月とかに多分グッズのデザインとかが全貌が明らかになると思うので、え、本当にもうなんかね、あのね、全部の私が詰め込まれている、まあ、あの本当におふざけとかなしだから、田辺先生真面目にじゃなくてしっかり書いてくださってるから、みんなよろしく頼んだよ、よろしく頼んだよ、生誕グッズそれを着て私の生誕祭がもしファンの方が開いてくださるのであれば、それを着て ご来場いただけたらと思います。頼みましたよ皆様、頼みましたよ。あとね、生誕祭さ、どこのユニットがいいとかあります？皆さんこのユニットと組んでくれたら嬉しいなとか、このユニットと一緒にやっているところを見てみたいなとか、こんばんは、マミムメカツナ、ドラムメも、ドラムメも。でもさ、去年の誕生日当日がありがたいことにドラムメもだったんですよ。だからまた別のものでもいいのかなとかも思ったり、まあでもファンの皆さんが見たいのはドラムメもだよなとか思ったり、髪色アッシュグレーとかにして、うわ、いいね、アッシュグレー。フィメナスとかも見てみたいけど、あ、わかる。なんかあと西荻さんとか、でもゆかちゃん卒業発表しちゃったから、いるか、いる、いてくれてるのかわかんないけど、私の生誕の時本当は西荻さんとかもいいなとか思ったりとか、お世話になってるから、
なんで選んでくれなかったのっていう子いそう。いや私なんかねいないです、そんな全然。もう逆にもうすみません、頼むから私の生誕祭なんですけれども、ぜひとも出ていただけたらと思いますが、大丈夫でしょうか、お日にちの方空いておりますでしょうか、私の申し訳ございませんが出てくださいみたいな感じなので。そう、はるか村もワンチャンあって、私はるか村と公演が一緒になったことがないんですよ。だからはるか村もいいなとかも思ったり、はるかわいいから、まあみんなはやっぱドラム目ですね、みんなの意見、みんなはどう思ってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたかったので、まあ私の意見は別として、ありがとうございます。その春喜んでくれそうな気がするんだよね。どうしよう、今日の夜は NGT48 ラーメン部佐渡編がもう終わりなんですけども、多分今日はちょっと私明日アットジャムに出演させていただくので、ちょっとそちらの睡眠確保のために今日は寝かさせていただきたいと思っております。あ、中山さんこんばんは、ナイスお邪魔しもです、お久しぶりです。そう、アットジャムですよ、横浜アリーナですよ。しかもストロベリーステージって横浜アリーナの一番大きいところなんですよ。でアットジャムって私出れなかった時もあったから、あのね本当に楽しんできますっていう気持ち、楽しんできますって気持ち、横浜アリーナなんてなかなか立てないからね、もうだから本当にもう目と体に焼き付けて、であとゆかちゃんと一緒に立てるアットジャムって最後だから目に焼き付けてくる。そう、アットジャムめちゃめちゃ楽しみ。なんかね、ザ・コインロッカーズの皆さん、ハンナちゃん、ゴチャのヤンヤンガールズのハンナちゃんとかも出るんだけど、多分ね会えないと思うんだよね、感染予防対策的になんか会えなさそうな予感がしている、わかんないけど、私はめちゃめちゃ会いたいんだけど、そうめちゃめちゃ会いたいんだけど、ちょっと会えるかわかんないけど、もし会えたらいいなっていうのは言っておく。そう、ショールームの最後ね、いつもアリーナの皆さんって言ってるから、だからねめっちゃ嬉しい。横浜アリーナ初めて行きます、横浜アリーナ。だからみんなももしね見に来てくださる方とか、まあ今回はちょっとコロナの状況とかもあるから行かないことにしたよっていう方も、全然どちらも正解だと思うからね、オンラインで見るよって方もみんな、まあ来てくださるよって方も、まあ見れないよって方もまあね、まあいろんな事情があると思うけど、本当にその選択は全然間違ってない、正しい、みんな正しい選択だから、だから見てくれる方はぜひ私を探してくださいということです。どこにいるのかなって、私を探してください、見つけてください、よろしくお願いします。
出れるのかなっていう気持ちもあったので、このコロナの状況とかも含めて、だからね本当にあのね噛み締めていきたいと思います。こんばんは。え、なんかさ、あとさ、ショールームの背景さ、花火大会みたいな、うわすごい大きいタコの花火、ありがとうございますね。花火の背景ができましたけど、私浴衣、あの好評だった浴衣、あれのもうシワシワになってしまうのが嫌で、すぐ実家に送りつけてしまったんですよね。妹着るかもわからないのに着るでしょって言って、あの実家の方が絶対綺麗にしまってくれると思って、もうすぐ実家に送ってしまったんですよだからなんかこの背景に相まった浴衣とか見せてくれるのかな、かほちゃん、かほちゃんもって思った方いるかもしれないんですけど、すいません、私はそういうご希望に添えることができず反省しております。申し訳ないです。だって私が自分の家に置いといたらもう絶対しわくちゃにしちゃうもん。せっかくなんか来年、まあ来年着るか分かんないけど、なんかせっかくの浴衣をしわくちゃにしちゃったらあれだし、なんかしまい方も分かんないから、ちょっともうよろしくって送りつけちゃった。まあだからオンラインおしゃべり会だけの特権ということで、うん、オンラインおしゃべり会見れた方はね、だってせっかくね時間を作ってきてくれてるわけだから、特別だったわけだから、残念がらなくてもいいかなって、うん、思います。ピザ食べたい。花火ね、花火、なんか私でも大きい花火大会とかあんまり行ったことない、あんまりっていうか行ったことない。毎年夏何してたんだっていう感じなんですけど、なんかピザの匂いがするんですよ。どっかの家でピザパーティーでもしてるのかな、わかんないですけど、ピザの匂いがするそう、静岡ね大きい花火大会あるんですけど行ったことないんですよね。もっとなんかちゃんといろんなところに行っておけばよかったって思いますね。何ピザ好き？いやもうチーズが入ってれば何でも好きです。なんかでも魚介系とか海鮮系ではなく、まあマルゲリータとかなんか、うん、そういうトマトソースとかお肉が乗っているようなものとかが好きですね。やばお腹すくわこの話。ピザが好きだからピザマンも好きなんですよ。ピザ大好き。クワトロ、クワトロフロバッチ、クワトロフロバッチってなんや、クワ、でもクワトロピザとかなんか聞いたことあるな。クワトロフロトロピザとビール、あ、これ、あ、こ、あ、もうがっつりチーズ的なのも好きだし、うん、うん、あ、チーズ、そう、チーズいっぱいピザ大好き。こんばんは、仕事に戻ります、頑張ってください、ありがとう来てくれて。安倍川の
花火大会中止だったね。結構ねどこもね軒並み中止になってしまってね、おじやの花火大会もね中止とかになってしまってね。うん、ピザとビールがベストマッチなんだ、それ知らなかったですね。どんなチーズが好き？モッツァレラチーズが好き。でもねチェダーチーズとかも好き。でもあんまりチーズの種類全然詳しくないけど。かおちゃんやっほーやっほー。クワトロはスペイン語で4を意味する。うーん、そうなんですね。なんかピザとワインってイメージがある。カプレーゼ、カプレーゼ美味しいですね。カマンベールチーズ、あー美味しいですね。なんかねカマンベールチーズを使ったカルボナーラがめちゃめちゃ美味しい。家で作れるチーズ、うん違う、カルボナーラがすごい、レンチンで作れるカルボナーラがめちゃめちゃ美味しい。癖のあるチーズ、あもうチーズ食べ、それでなんかブルーチーズとか全然食べたことないんですよね。今度そういうなんかお家で食べられそうなチーズ挑戦してみたいですね。ワイン飲んだことない、飲んだことない、全然ない、一口もない、人舐めもない。パスタはカルボナーラが好きかな。パスタはね基本何でも、パスタはね、あでもねイカの黒酢パスタ食べたことないです。ごちゃ聞いてる方は分かるかもしれないですけど、今週まず好きなのはミートソースが一番好き。なんかまあそこから派生してってナポリタンとかボロネーゼとか、だからそういう赤系のパスタも好きだし、そのカルボナーラも好きだし、うん、その次カルボナーラかな。であと和風のパスタとかも好き。なんかナスとベーコンとかパスタとか大好き。パスタもねすっごい好きなのよ。だから私麺が好きなんだと思う。ラーメンも好きだし、あとうどんも好きだし、うん、パスタも好き、うん、なんかあと家で簡単にパスタは作れるからすごく好き、うん、あペペロンチーノもいいよね、うん、そう麺が好きなのよね基本。たらこもね美味しいね。細い方太い方、どっちだろうね。太麺とかも好きかもしれない。あそうなんだよね、結局小麦粉が好き。パンも好きだからね、小麦粉も好き。うん、でも、ね、結構パスタはそのなんだミートソース系とかその赤系のパスタとカルボナーラとなんかベーコンが入った和風な感じのパスタ以外はあんまり選ばなくて、ペペロンチーノとかあんまり食べないんですよね。あとなんかそのちょっと変わったパスタとか黒いパスタとか緑のパスタとか、うん、あんまり結構その好きな3つの味とかを食べちゃったりしますね。ソフト麺も好き、うん、ボンゴレビアンコ、そ何ボンゴレ、ボンゴレパスタ調べる。ボンゴゴレ、ボンゴレビアンコ、うわ貝か、あーメニューにあっても選ばないかもしれない。でも全然出されたら食べると思う、うん、キノコパスタとかも好き、作っちゃうすぐ。えのき、白いキノコえのきかな、あれを私冷凍庫に凍らせてストックしておくので、それとなんかベーコンがあった時はベーコンとバターとなんか醤油とかなんか適当にパスタ作ったりとかよくしてますね。
あと玉ねぎ入れたりとか、うん、うん、なんかさ白いキノコっていうとちょっと毒キノコ感あるけど、そうでも伝わるでしょ、えのき、白くて細長いキノコお仕事お疲れ様です。そう、食べるのも作るのも好き。でも 100g のパスタってちょっと多いんですよね。お皿に盛り付けた時にちょっと多いなって思いながらも、まあいいやって思いながら結局全部食べちゃう。貝、いや好きだけど貝でもあんまり自分からは選ばないけど、全然出されたら食べる。元 STU の iPhone 覚えてる？覚えてますよ。同じドラフト候補生の時オレンジチームだったの。魚の骨と同じパターン。まあそう、まあ、うん、まあそう、まあそうね、好き好んでは食べないといったところでしょうか。うん、今サザエが旬らしいですね。出されたら食べるけど、なんか自ら食べようとかはならないけど、夜ご飯は食べてない。なんか昼なのか夜なのか分からん時間、いや昼だな、昼の時間に昼を食べて、夜は食べてない。この前マッシュの話をショールームして、そうなの？あ、てか配信してるん、してるんだ。そうなんだね。 STU48 だった溝口愛子ちゃん。うん、だからね、この時間になるとお腹が空いちゃうんですけど、でもこの空腹には気づかないふりをしてお風呂に入って寝ようと思います。最悪なんか鉄分のエネルギーチャージゼリーとか、なんだエネルギーゼリーとかを飲みます。最近朝はプロテイン飲むことにしたら、プロテインっていうかなんかスムージーだね、なんか朝用とかのプロテインスムージー、女性向けみたいな、そういうのを最近飲むようにして朝、だから実質一食、食べ物食べるのは一食って感じ。でも本当にそうでもしないと私太っちゃうから太っちゃうから、なんかせめて朝もエネルギー取りつつ栄養取りつつそんな食べないみたいな。だからお昼になるとめちゃめちゃお腹空いちゃうんですよね。だから お昼にしっかり食べて、で6時まで、何もない日は6時まで食べないみたいな、よっぽどな理由がない限りは6時まで食べないっていうので、なんとなく6時まではその
お昼に食べたものが入り残ってるからお腹が空かないから、あいいやってご飯のタイミングを逃して、で夜この8時過ぎとか寝る頃になると、あお腹空いたって。でもみんなそうよ、これはみんなそうじゃない？いや私ね本当に細くないんだよね、普通なんだよね全てにおいて。普通だから本当はもっとストイックにならないといけないんだけど、私から食を奪うと自分が壊れるから。そうラーメン、そうラーメンもそう人より多く食べたいからし、お弁当とかも出されたら私完食しちゃうんですよ。なんかアイドルってお弁当全然食べないイメージあるとか、全然食べない子とかもいるんですけど、私は全部食べちゃうんですよ。お弁当美味しいし、なんか残すっていう概念が分かんなくて自分の中で食べた。でだから本当はなんか自分の体型のためにセーブした方がいいんだろうけど、それができないからなんかそう悩みなんだよね最近の。全部食べちゃう。本当になんか残すっていう概念が分かんないんだよね。でも本当にだからね、周りとかまあなんかあんまり自分が周りと比べるのはあんまり好きじゃないんです、好きじゃないっていうか嫌なんですけど、本当に周りの子見るとあやばいもっと私ストイックにならなきゃいけないんだろうなって思うけど、本当にね自分から食は奪えないので本当に。まあ別に残す人がどうとかそういう話じゃないんですけど、本当はもうちょっと本当はストイックにならなきゃいけないんだけどね。だからそういうところに自分の甘さを感じますよねもう自分のこと甘やかしてばっかりです。本当はだからね、本当はこうしなきゃいけないのにとかっていうストイックな、ストイックっていうかなんて言ったらいいんだろう、なんかね天使の自分と悪魔の自分がすごいもうあーわーわーわーってなる。前も言ったことあるけど、こうなってるのがすっごい苦しくなったりする。困っちゃう。だからなんかさ、そうやってさ、そんなことないよってさ、みんながさ、優しくさ、いいことだよって言って肯定してくれるみんなも嬉しいけど、それに甘えちゃいけないよなとかも思ったりするわけなんですよ。だからといってみんなが私にきつく当たってほしいとかじゃなくて、もうファンのみんなにまでなんかきつく当たられちゃったりとか、うんそうだねそうした方がいいと思うよ、こうじゃないとダメでしょ、こうするべきだと思うよって言われちゃうと、もうそれもそれで苦しいからなんかじゃあどうしたらいいんだよって感じかもしれないんですけど、困っちゃいますね本当に。自分のことってこんな自分と一生付き合っていかなきゃいけないのかって思うと、自分に自分で嫌気がさせたりもします。何を言っているんだ私は、
もうすぐ配信1時間が経とうとしてもうすぐ終わろうとしているのに、最悪な終わり方じゃないもしかしてこれってあれ変わったら犬になりたいです。犬になって飼い主に甘やかされたいです。酒でも飲みなさいよ。無理です、私お酒飲まないので。今日は早く寝ます。本当に犬に会いたい、犬に会いたいんですよね私最近。モコに会いたい。でもいるんですモコが。モコもいればマロもいます。似てるのよ。これ本当はおばあちゃんがこれお店で見つけて揃えたんですって。でそれがおばあちゃん家に置いてあって、でこれかわいいって言ったら新潟に引っ越す時に「いいよ新潟に持ってきな」って言ってくれたんですよ。だからこれはおばあちゃんでもある。似てるよねマロンとモコに。そう本当にかわいい、本当にかわいい。でその隣に弟が修学旅行で買ってきてくれたお土産を横に置いて、こないだ弟が私に元気って連絡してきてくれて嬉しかった。しかも私が弟の連絡返してなかったんですよ返してなくて、で返してなくてというか話が終わってて返してなくて、そしたら元気って連絡が来てたんですよ。そう弟から連絡が来て嬉しかった姉でした。弟もきっとお姉ちゃんに会いたくてしょうがないんですよこんな自分で言うお姉ちゃんなんてごめんねですけど、まあ妹は何考えてるか分かんないんででも一番下の弟にはよく「いつ帰ってくるの?」って言ってきてくる。一番下の弟とはアニメの話よくするんですよ。東京リベンジャーズの話。男子が気になる女子に送りがちなメッセージ。ってことは弟もちゃんと私のことをお姉ちゃんとして気にしてくれてるんですね。弟さん結婚するとか言ったらどうするの。いやもう私は泣きながらショールーム配信します。もう弟は結婚するんでって。でもし公演があったらちょっと体調不良により救援しますって泣きながら配信しますね、うん。でさ東京リベンジャーズ違う、もともと一番下の弟にと一緒に鬼滅を見てて、で私東京リベンジャーズにハマってから弟に、あ違う、一番下の弟に東京リベンジャーズを進めようかなって思ったんですけど、いやさすがにちょっとなんかまあ学生だし弟もなんかそっちの方向に行かれても困るなっていう、あの教育上の問題から私は進めなかったんですけど、見ててあ
あ、知って見てたんだって言って、お、見てるよって言われて、だからもう全然東京リベンジャーズの話してます。そう、もう本当にね、弟がね結婚するって言ったら私泣きます。次体調不良で休んだら弟さんの結婚だと察するわ。そうしてください。こっそりメールでお知らせしますね。だから私逆に結婚式行けないかもしれない。新潟のうちで一人で閉じこもってるかもしれないそうね、娘を嫁に出す父親ってこういうことなのかな。もちろんおめでたいことだとは思うけどさ、ってこういうことなんでしょうね。でまあ最終的にはちゃんと あんたが好きな子ならいいんじゃねと言うけど、言うと思うけど、突然彼女を紹介されたらどうする。いや驚く、あどうもみたいな。でも弟優しいからさ、弟ね優しいのよ本当に。優しい子だからなんかちゃんといい人と、素敵ないい人とね出会ってほしいなって思いますよ。まあ妹も弟もですけど、ショールームで私は何を話しているんだ弟が結婚したら泣きますなんていや、私なんかより本当にいい子なんですよ、弟も妹も。本当に私の兄弟、本当にね、私なんて本当しょうがない人ですけど、本当にね、弟と妹はしっかりしててね、優しい。だって私の方が近い距離にいるのにティッシュとか持ってきてくれるんだもんそれはちょっと違うけど、本当にね優しいの私たちの兄弟は。かほちゃんが泣いたら俺もなんか違う意味でね、なんかかほちゃんが泣いててなんかかわいそうだから僕も泣いちゃうよみたいなね。紹介された弟の彼女が NGT メンバーだったらいやそれはもうなんか言ってよってなりますよね。ちょっと面白いことになっちゃいますねそれはねいやまあそ、まあ、うん、それはまあないと思うけどね。もう卒業後にね、みんな卒業、みんながそれぞれの道を歩んで、で弟が結婚するんだって彼女を連れてくるからって言って、こんにちはってよく見たら、あれあれなんかあれ、どこかでというか数年間一緒にいましたよねみたいな。超面白いよね、ドッキリだよ本当に。本当に面白いよみたいな。まあこんな話で終わっていいものなのか分かりませんが、やばい、そうだよね。そしたらさ、妹になるってこと、お姉ちゃんって呼ばれるってことだよね、そのメンバーにね。私は面白い。ランキング読みます。13位ワンワンさん、ありがとうございます。12位ゆうとさん、ありがとうございます。11位あきふみさん、ありがとうございます。10位ライトさん、ありがとうございます。9位ビールバラーさん、ありがとうございます。8位ゆうすけさん、ありがとうございます。7位かかしさん、ありがとうございます。6位かつさん、ありがとうございます。5位永田さん、ありがとうございます。4位生子千尋さん、ありがとうございます。
3位ランダーさんありがとうございます。2位メイプルナオくんさんありがとうございます。1位11匹の猫を飼ってるふみさんありがとうございます。そしてアリーナの皆さんもありがとうございました。あ、スクショ、明日はアットジャムです。楽しんで行ってきます。でその次の日がね、マミムメモ公演ということで、2日連続でねステージに立つということで、でゴチャということで、まあね、配信できたらしますけれども、まあちょっとあったらいいなぐらいで思っといてください。なんかあんま配信できなくてすいませんね、本当。でも私にしては今月はやってる方な気がしているので、あ、であと明日はね、日向のジョンドビキスタでも、ね、新潟野球チャンネルコーナーで出ておりますので、本当にぜひ皆さん聞いてください。それでは皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。